ラテン人虐殺は1182年4月にビザンツ帝国の首都コンスタンティノープルで発生したキリシア人聖教徒住民らによる大規模なラテン人虐殺事件。当時のコンスタンティノープルではカトリック教徒が海洋貿易と金融を独占していた。正確な数は不明だが、ラテン人コミュニティの大部分、テッサロニケのエウスタィウスの推定によれば6万人に上る人々が 殺害されるか亡命を余儀なくされた。特に、ジェノバ人やピサ人が大きな被害を受け、4000人の生存者が奴隷として、ルームセルジューク町に売り飛ばされた。この事件により、西方カトリック教会と東方正教会の関係はさらに悪化し、両者の対立は、後の第4回十字軍によるコンスタンティノープル征服の原因ともなった。11世紀後半以降、 ベネツィア共和国やジェノバ共和国、ピサ共和国などのイタリア都市国家を中心に、西欧の商人が東方の貿易圏に現れ始めた。ベネツィアは東ローマ皇帝アレクシウス一世コムネノスから巨大な貿易特権を獲得した。特権が拡大していくのに対して、ビザンツ帝国の海軍力は極めて貧弱で、事実上ベネツィアが ビザンツ帝国の海洋貿易を事実上独占し、その生死を握るまでになった。アレクシオス一世の孫マヌエル一世コムネノスは、ベネツィアの特権削減を試み、代わりにそのライバルであるピサやジェノバ、アマルフィと協定を結んだ。そうして四つの都市国家が、それぞれコンスタンティノープルの北側の金閣湾沿いに、地区を与えられることになった。イタリア商人の市場独占は、 ビザンツ社会に大きな変動を引き起こした。彼らは地主貴族と結託して、ますます利権を獲得し、対する地元の商人たちは没落の一途をたどった。また、イタリア人の傲慢な態度も、コンスタンティノープルやその周辺の中、仮想住民の怒りを買った。これに加えて、両者には、東西教会分裂以降の宗教的な隔だったりも、あった。ビザンツ皇帝も、 イタリア商人を制御しきれなくなっていた。例えば1162年に、ピサ人や少数のベネツィア人が、ジェノバ人地区を襲撃して、大規模な破壊活動を行った。この時、マヌエル一世コムネノスは、ジェノバ人とピサ人の大部分を追放する裁定を下したが、これにより数年間ベネツィアが全く自由に、活動できる事態が続いた。 しかし1171年前半、ベネツヤ人は、ジェノバ人地区を襲って、その大部分を破壊する事件を起こし、また集団合姦事件や、放火事件も発生していた。この時、マヌエル一世コムネノスは、帝国内の全ネツヤ人の一斉逮捕と、財産没収を命じた。ベネツヤは、営業界に遠征隊を派遣したが、ビサンチ帝国軍を破ることができず、交渉に応じた。 しかし、マヌエル一世コムネノスがわざと引き伸ばしたので、交渉は冬までも連れ込んだ。ベネツィア艦隊は、日大筋まで待機していたが、薬病が発生したので撤退せざるを得なくなった。ベネツィアとビザンツ帝国の戦争状態はまだ続いていた。ベネツィアは、正面衝突を避け、代わりにイタリア半島におけるビザンツ帝国最後の拠点アンコーナを包囲していた。 セルビア人の反乱軍を援助したり、ビザンツ帝国と敵対するノルマン人のシチリア王国と協定を結んだりした。しかし次第にビザンツ帝国とベネツィアの敵対関係は鎮静化していき、1179年に条約が結ばれた。ただ、完全に関係が正常化したのは1180年代半ばである。一方で、ジェノバ人やピサ人は、 ビザンツ帝国とベネツィアの対立に乗じて、コンスタンティノープルでの地位を回復した。1180年までには、コンスタンティノープルには多くて6万人ほどのラテン人が住んでいた。1180年に、マヌエル1世が死去した後、息子のアレクシオス2世イコムネノスが即位したが、幼年だったため、母でアンティオキア皇女のマリー・ダンティオケが、摂政として、政権を握った。 彼女は、ラテン人商人やそれらと結びついた、大貴族、大事主をひいしたため反感を買い、1182年4月に、マレル一世の重帝アンドロニコス一世コムネノスが、クーデターを起こし、民衆の支持を得て、コンスタンティノープルに入場した。これを祝う祝祭ムードはたちまち加熱して、暴力性を帯び、興奮した群衆が、ラテン人地区の住民を襲い始めた。 ラテン人の多くは、こうした事態を予測していて、海へと逃れようとした。ボートは、女性も子供も密境なく殺し、病院にいた、ラテン人の病人も殺害された。家屋、教会、事前施設は略奪の対象になった。特にラテン人聖職者に対する攻撃は凄まじく、虐殺に居合わせた、教皇特使のヨハネス数奇教は捕まって残首され、その首は、 犬の王にくくりつけられ、市内を引きずり回された。アンドロニコス一世イコムネノスは、個人的にはそこまで、反ラテン人的な考えを持っていなかったが、群衆が虐殺を繰り広げるのを黙認した。むしろ彼は、マリーガンティオケラが、ラテン人に、コンスタンティノープル略奪の機会を与える約束をしていたなどと宣伝し、虐殺を煽った。虐殺により、西欧における、 ビザンツ帝国の印象はさらに悪化した。直後にカトリック教諸国とビザンツ帝国は貿易協定を結んでいるが、両者の間には敵対感情が残った。1185年、シチリアオーグリエルモ二世率いるノルマン人が帝国第二の都市テッサロニキを略奪し、また神聖ローマ皇帝のフリードリヒ一世やハインリヒ六世は、 コンスタンティノープル攻撃をほのめかして脅迫した。両自名の関係悪化は最終的に第4回十字軍によるコンスタンティノープル征服という破滅的な結末を招いた。また同時にカトリック教会と東方正教会が再合同する機会は失われた。ただ1182年の虐殺事件自体には不明な点が多く評価も難しい。ありがとうございます。